次じゃあこれやるか。市川町か。これ、これあれだ。懐かしいね、これ。あの、前回、やったやつやん。前回ってか、動画であげたやつやん。殺人鬼の脅威範囲にいる状態で、フックを3台破壊する。これ、マイケル、マイケル引いたんだよね、俺。よりによってマイケル引く？これで。信用範囲、脅威範囲がねえんだよ、あいつ。すげえ難しかったかい。ジェイク・ニーとマイケルでやったやつ。これやろう。やめろよ。もうマイケルはいいよ。もうその絵はもう、その絵はもう俺もう大丈夫だから。みんな一回見てるから。それ大丈夫なんで。普通のキラーでお願いします。難しい方が燃えるタイプ。なぜかな？なぜか難しい方をクリアしてるからな。一発で。レッドフォレスト。運上げてるから大丈夫よ。なんて言ったって運を上げてるからね。いい展開になるはずだ。さあ来い。フックが近くにあるよ。今回は、全身血まみれなんでね。うまーく隠密していけば。問題はキラーが誰かだよ。ああ、決死持ってくればよかったな。ナースかい。まあ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 。まあいいか。ここに一台ね。追われてる。ナースか。はめ続いてるね。オブセッションマークの人が揺れてる。いいなぁ、なんか。あの信用範囲、いいなぁ。一回目。来てるね。来てるよ。ここにピットイン。ナースだと結構あ、心音が遠ざかるの早いな。ブリンクしちゃうもんね。そう考えると結構難しい。ピットイン。これレガシースキンだとバレるけど。バレた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 。そんな気はしていた。来るぞ。壊したい。わお。フック壊したいよ。フック壊したい。今がチャンス。今がチャンス。いやー無理。それは無理。今がチャンス。今ここで壊してもいいけど無理。無理。さすがに無理。さすがに無理。痛い。普通に正面衝突したの。ナースか。ナースの信用範囲もいろんなとこ飛んでくもんな。はい、1回目。はい、っすね。遠い位置で。できればこう一箇所でタゲ取りできると心音範囲もね一箇所に貼り付けにできるんで周りのサバイバーが修理しやすいはず。ナイスピットイン。ネアちゃん来た。走るやった。ありがとう。サンキュー。これまたなんか、ちょっと癖があるキラーが来たね、ナースってことは。はい、水から150円。残り3台。さっきのブリンクスタンしてるときに 2.5 秒で壊せるから。いや、無理だよな。まあ、壊せるけど、俺も壊されちゃうよ。俺も。やっぱり誰かが追われてる時に近くで壊すのが一番
ね、信用範囲漁夫のリーするっていう、信用範囲を漁夫のリーしたい。これでどうだ、行くな、飛んでくな、飛んでくな、うん、あーじゃあじゃあポーン、大丈夫なはず、大丈夫だ、いいねいいね、地下に行っている間にここを、いいよ、怒涛の怒涛のチャンスでございます。あ、にょーん、いいよいいよいいチャンスだ、これはチャンスだ。あとはここにもない、あーまずい、まずい、あったあったあった、あーでもちょっと遠く行っちゃうな、あーここいけるか、あー消えるね、消える、そこだな、頑張れ頑張れジェイクに、もう一人のジェイクに、ここだ、どうだ、あー微妙に届かない、どこ行った新音どこ行った、あいたいたいた、新音いた、新音いた、大丈夫、落ち着け、大丈夫だ、次こそバレねえはず、え、バレるのかーい、バレるのかーい、バレるのかーい、あんまり良くねえな、ここな、遠く行こう、ちょっと待って、2本、2本でリーチ来たよ、2本リーチ来てる、おいおいおいランキーちゃんごっちゃんじゃん今ごっちゃんごっちゃんやん普通振ったところに、振ったところに俺が飛んでくるごっちゃんやん、あーあと1回、あと1回よ、まあてな感じにフックから離せばあの人助かるからねしかもあれ当たり判定あんだね、そんな振った振ったなんか残像みたいなところに当たり判定があるとは、サンキューありがとう、飛んできそうだけどね、さあ残り一つ、すんごい正面衝突したよね、来た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 、チャンスチャンス、はい3本3本、え大丈夫、次はバレない、次はバレない、次はバレない、あばよエバちゃんバレてたバレてた、まあでももう3本いってるからね、はい大丈夫、3本いってるから大丈夫だ、大丈夫だよな多分な、どうだろう、さあ残りゲート開いた、オッケー、まあナースだからワンパンついてそうだね、はい50円、多分大丈夫だと思うんだけどな、自ら150円、心配だからもう1本、ナイスだからあのブリンクした瞬間に俺の方に気づいて、その場で一回ブリンクしたからね、お、ワンパンなし、ワンチャンあるぞこれ、もう1本壊せるぞ、ゲートの位置ちょっとよく見てなかったな、ねブリンクして、あここにいたみたいな、ここにいたよっていう、あここ空いてないんか、やばい、ゲートの位置確認してなかったな、やべえよくないよくないよくない、開けるか、あそれこそここ開けちゃって、ちょっとスプリントバースト温存ね、ここ開けてもう安全を確保した状態でこっちに来たところをそこのフック壊して1本こっちゃん、
一本子ちゃん。オープンエスケープ、さあ来い、さあ来るんだ。鉢閉めたな。一本こっちゃん、一本こっちゃんさせて。あーまずい。来い来い来い、来た来た来た。あれ、あーびっくりした。おしゃ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 、一本こっちゃん、一本こっちゃん、一本こっちゃん、アイムフリー。これはいけたでしょ。どう、あ、じゃあこうなるとね、あ、出てこない。え、やめてやめて、そういうそういうギリギリまでハラハラさせるのやめて。どうだ、アーカイブが出てこないぞ。アーカイブエラー。ふざけんなよ。おい、ふざけんなよ。ふざけんじゃないよ。ちょっと待てよ。おい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 、絶対絶対クリアしてただろう。一か八かじゃないよ。いや、バカ誰が、バカ誰が。ふざけんなよ。絶対クリアしてた、絶対クリアしてた。どうしたらいいの、こういう時は。どうしたらいいんですか。運営さん、運営さんに訴えていいですか、これ。なんでよりによってクリアした時にアーカイブエラーなんですか。運を上げたんですけど、俺運を常に上げてるんですが。バカ誰が。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ、どうして暗闇